リオハのブドウ畑の景観リオハは、スペインラリオハ州を中心として、バスク州、アラバ県とナバーラ州にもまたがっているワイン産地。スペインワインの原産地古障であるデノミナシオンで、オリフェンでは最上級の特選原産地古障に認定されている。ラリオハ州内を西から東に横断するエブロ川流域でブドウが栽培されている地域は、 リオハアルタ、リオハアラベッサ、リオハバハの3地区に分けられる。単一地区のブドウに限定したワインの生産量はゆっくりと伸びているが、伝統的に多くのワインは3地区すべてのブドウをブレンドして生産される。リオハで生産されるワインの大部分は損熟成を経て出荷されるが、このような産地は世界的に見ても珍しいとされる。 ディオハのブドウ栽培従事者は約1万8000人、ワイン醸造従事者は約2500人である。2007から8年のブドウ栽培面積は114、自治体で計6万3627ヘクタールであり、ラマンチャに次いでスペインで2番目に大きな面積を持つ。ワイン生産量は2億6、5 6万5000リットルであり、うち 赤ワインが2億3、925万4000リットル、白ワインが1、507万9000リットル、ロゼワインが1 0 7 3 2 0 0リットルである。国内出荷量は1億8、142万3000リットル、国外出荷量は8、364万2000リットルであり、主な輸出先はイギリス、ドイツ、アメリカ合衆国、スイスである。 1991年にはスペインで初めて原産地故障制度デノミナシオンでオリヘンで最上級の特選原産地故障に認定された。2009年に認定されたプリオラートと合わせてスペインでどうかに認定されている二つの産地の一つである。ラリオハ州の地勢リオハルタとエブロ川リオハ地方はカンタビリア山脈の南側、 東に向かって流れて、地中海に注ぐエブロ川に沿った盆地にあり、大陸性気候の恩恵を受けている。エブロ川両岸の平野部、丘陵地、カンタビリア山脈に至る斜面でブドウが栽培されている。山脈のおかげで穏やかな気候となり、山脈はスペイン北部に典型の激しい風からリオハ地方のブドウ畑を保護している。この地域にはまた、 リオハの語源であるとされるオハ川が流れている。地域の大半は標高460メートル以上の高原上にあり、リオハ・アラベサ、リオハ・アルタ、リオハ・バハの3地域に細分される。リオハ・アラベサとリオハ・アルタは産地に近く、リオハ・バハよりもやや標高が高いため、冷量な気候である。リオハ・バハは比較的乾燥しており温暖である。 ディオハのブドウ畑の大半は、エブロ川が形成する盆地に沿っており、アロからアルファロの間にある。ディオハアルタの中心産地であるアロは、北緯42度45分に位置する。ディオハの西端にあるアロの標高は440メートル、東端にあるアルファロの標高は300メートルである。アロは、西岸海洋性気候、アルファロは、地中海性気候である。西端のアロは、 西岸海洋性気候、東端のアルファロは、地中海性気候である。リオ派全体の都市平均気温は、摂氏12.8から13.9度、年光水量は370から450ミリメートル、年平均日照時間は2800時間であるが、年光水量は地域によって大きく異なっており、リオ派アルタとリオ派アラベソの年光水量は510ミ、mm、リメートル以上、 利用幅派の年降水量は約300ミリメートルとなる。アロにおける生育期の平均気温は摂氏18.2度であり、年降水量は405ミ、mm、リメートル、収穫月である10月の降水量は37ミリメートルである。この地域のドウ栽培の難点としては、高層、干ばつ、灰色カビ病などが挙げられる。 生端のアロと東端のアルファロでは収穫時期に4の6週間もの差が生まれ、アロでは収穫が10月末まで遅れることもある。リオハアルタとリオハアラベーサで生産される農作物はブドウにほぼ限られている。リオハアルタは粘土質が、リオハアラベーサは石灰質が多いとされる。アロ周辺の土壌は粘土石灰質と含む鉄粘土で構成されており、白亜質が酸味と、 上品さを粘土が濃度と力強さを含む鉄粘土が複雑さをワインに与えている。リオハバハは多様な土壌が入り混じっている。サンミジャンデラコゴリアの裾修道院リオハ地方でのワイン生産は古代のフェニキア人とケルティベリア人の時代まで遡ることができる。また、リオハ地方からは古代ローマ時代にワインの発酵に使用された容器が出土している。 サンアンドレスでトレペアな修道院に対する寄進について扱うサンミジャンの交渉人からの文書というリオハ地方のブドウに関して書かれた873年の文献が残っている。10世紀から13世紀の中世リオハでは農村景観にブドウ畑が溶け込んでいた。1063年のカルタデパブレイシアンデロンハースにはリオハでのブドウ栽培に関する初の記録が残されている。 1102年には、ナバラ王とアラゴン王が、リオハワインに対して、法的認知を与えた。1205年に、フアンド・プレハの司教が、リオハ地方のアルベルダ修道院に住む労働者のための、決めた、食料配給では、1日3食すべてでワインを、提供することも定めていた。中世には、地中海沿岸の他地域同様に、修道士たちが、ワイン生産の主要な担い手だった。 13世紀には、サンミジャンデラ・コゴーリャの裾修道院の聖職者であり、スペイン最初期の詩人でもある、ゴンセロ・デ・ベルセオが、彼が自ら生産したワインに、ウンバソ・デボン・ビーノで言及している。中世には、シードラよりもワインの方が価値が高く、1213年の直例では、シードラを飲むしかなかったルー5大聖堂の修道士に、対して、アルフォンソ9世が大量のワインを送っている。 13世紀末には、他地域に向けて、リオハワインの輸出されていた証拠が残っており、商業生産の始まりを物語っている。リオハアルタの農業は15世紀以降、ブドウ栽培とワイン醸造に特化している。1560年、リオハワインの生産者は共通のラベルをワインボトルに貼ることで合意に至った。 中世のリオハは国外への輸出に必要な港湾からの距離が遠いという問題を抱えていた。人口密度の低いリオハ地方での需要は限られたものだったし、他地域への出荷先もスペイン北岸のバスク地方やカンタブリア地方などに限られた。振動がワインの品質低下を引き起こす可能性を考慮し、ログローニョ市長は1635年にはインセラー、近くの通りを ニューマ社が通ることを禁じた。1650年には、リオハワインの品質保護のための初の文書が、策定された。1790年にはレアルソシエダ・エコノミカで、コセチェロス・デラリオハの創立総会が行われ、ワイン輸送のための道路建設、修復、整備方法など多くの取り組みが議論されている。この協会は、リオハワインのブドウ栽培と営利化を促進するために、 設立され、リオハ地方の52地域が参加した。19世紀までのリオハワインは、全近代的な方法で生産されていた。木製ではなく石製の発酵層が用いられており、品種や成熟度が異なるブドウが一緒に熟成され、醸造後の貯蔵や熟成なども行われなかった。ヘレスでは、中世からイギリス輸出用に、近代的なワイン生産が行われていたが、リオハで、 ビンズメワインや著名な生産者が登場するのは19世紀半ば以降のことである。リオハの繁栄を象徴するスペイン銀行アロシテン19世紀前半、財産の召し上げを格索するスペイン中央政府に反発して、フランスボルドに亡命したロシアームリエタと、リスカル公爵は、ボルドーのワイン製法を持ち帰り、天ぷらに色種を用いるリオハワインの生産に応用した。 ムリエタ伯爵らは木製発酵層での発酵225リットルの小屋村での熟成などの技術を導入し、醸造場やワインセラーなどを建設している。ムリエタ公爵は1852年に良質ワインのワイナリーを設立し、これが両派における良質ワイン生産の礎となった。1850年代以降にフランスでうどん小病が1870年代に 外虫フィロキセラが蔓延すると、ボルドーの醸造家はピレネー山脈を越えてスペインにやってきた。それまでは風味に難があるバスク地方産の多くを使用していたが、フランス人醸造家はフレンチオークソンによるボルドー製法の熟成を本格的に導入した。特に荒場県議会が招いた醸造技術者ジャンピノが生産技術を利用派中に広めて、 ワイン生産を産業化した。当初はスペインで原種を仕入れてフランスに送っていたが、フランス人はリオハのテロワールに魅力を感じ、大規模なワイナリーを設立して輸出用ワインを生産するフランス人が登場した。フランス人醸造家のジャンピノは、マセレーションには大型ダルを、熟成には225リットルの小型ダルを使用するボルドー方式を推奨した。 1891年には王妃マリア・クリスティーナがアロに死の称号を与え、1892年にはスペイン銀行が州都以外では珍しく支店を開設した。ワインの品質管理強化を目的とし、1892年にはアロにブドウ醸造学研究所が設立された。ボルドー製法はオークソンを倉庫で長期間熟成させる手法を 特色としており、オークの購入や倉庫の建設などに多額の初期費用を必要としたため、新たな手法を用いることができたのは、貴族出身の実業家やバスク地方の新興ブルジョアジーなどに限られた。フランスへの原種の輸出でも多くの利益が得られたため、大多数を占める小規模生産者は革新に向けた動きには至らなかった。1870年代に、 フィローキセラの最下に見舞われたフランスは、スペインとの間に通商条約を結び、ワインの輸出に対する関税を大幅に引き下げていた。しかし、アメリカ合衆国産の苗木を代義としてブドウ畑の復興が図られると、1892年には、スペインとの通商条約を破棄した。一方のスペインもフランス産高級ワインの輸入を制限する動きを見せ、 国産の良質ワインが待ちわびいられた。ディオ派はこれらの動きに乗じ、1890年代から1910年代に相次いで建設された大規模なワイナリーがボルドー製法による良質ワインの量産を開始した。当時は鉄道がワイン取引に重要な役割を果たしており、鉄道駅がビジネスの中心となった。大規模ワイナリーの多くは、 鉄道駅の近辺に建設され、特に主要なワイナリーの多くは、リオハアルタのアロに立地した。アロは同じくワインの醸造で栄えたヘレスと共に、1890年代までに、電気が引かれたスペインで二つしかない街の一つである。アロは、経済的な成功を収め、19世紀末には、アロ、パリ、そして、ロンドンというフレーズさえ生まれた。ワイナリーはアロに集中し、 ブドウ栽培に集中する周辺の村との役割分担が図られた。ボルドー製法と天ぷらに色種を組み合わせたリオハのワイン産業はこの地域の醸造化によって代々受け継がれた。1902年にはリオハワインの起源を決定するお礼が交付されている。19世紀と20世紀の大半においてスペイン北西部における高品質ワイン生産はリオハに ほぼ限定されていた。19世紀末から20世紀初頭に設立されて、現存するワイナリーには、モンテシージョ、ロペスデーレディア、ベルベラーナ、ケイン、アンゲ、マルティネス・ラクエスタ、ラグニーリア、ラリオ・ハールタ、ボデガス、フランコ・エスパニョラス、ボデガス・リオハナス、ボデガス・パラシオス、パテルニーナ、ボデガス・ビルバイナスなどがある。フィロキセラはフランスに蔓延してから約30年後に、 スペインに到来し、1901年までに多くのワイン産地に多大な被害を与えた。フランス人、ワイン商人はリオハを去り、フィローキセラから復興したボルドーやラングドックルシオン地方に帰った。スペイン北西部では、ブドウの木の植え替えに10年間を要したが、やがてリオハは、ヘレスと並ぶスペイン屈指のワイン産地としての地位を、再び確立した。 生産地域の制限、ワインの品質保障拡大、リオハの名称管理を行うために、1926年には、リオゲ原産地故障統制委員会が設立された。1932年に、スペインの原産地故障制度である、デノミナシオンで、オリヘンが制定された際には、ヘレスやマラガなどとともに、 リオ派も認可されたが、1930年代のスペインはスペイン第二共和政紀やスペイン内戦で、正常が不安定であり、正式な認定には至らなかった。1945年には、原産地故障統制委員会が法的に構築され、1953年に原産地故障統制委員会が実態として発足した。1950年代から1960年代には、 フランコ独裁政権が共同組合を奨励する農業政策を取り、利用派でも共同組合が続々と結成された。この時期以降にはヨーロッパ諸国やアメリカ合衆国などの国際市場での評価を確立させ、1952年に490万リットルだった。輸出量は1972年に4070万リットルにまで増加した。 1970年代には、リオハへの投資が活挙を呈し、大手シェリー生産者、多国籍企業、リオハやバスクの実業家などが、多額の資金を投じて、ワイナリーの新設や買収などを進めた。ヘレスからは、オズボーン社や、ゴンサレスビアス社やドメック社、多国籍企業では、シーグラム社やペプシコ社、世界最大の上流紙メーカーであるシェンリー社などが、進出している。 1980年代半ばにはこれらの大規模生産者のほかに、自ら熟成やボトリングを行う個人生産者も現れた。この時期のリオ派では収穫量の多さを求めて若い木への植え替えが進み、収穫したブドウは厳しく、選果されなかった。自前のブドウ畑を持たない大規模生産者も多く、そのような生産者は質より量を優先させた。 これらが原因で生産されるワインの品質は低下し、1980年代のリオ派はワイン産地としての信用を失墜させた。このような状況の中でも一部の生産者は革新に取り組んでおり、マルケス・デカセレスはリオ派の伝統を覆す果実味あふれるワインが生産されるようになり、コンティーノは当時一般的でなかった単一バタワインという、 コンセプトを市場に提案した。1991年にはインフォーンが改正され、原産地故障の上位区分として、特選原産地故障が導入されると、リオ派はスペイン第1号の特選原産地故障に認定された。ワイン産地として南極を迎えていた1980年代を経て、1990年代には高い表現力を志す、全面的な変化が起こった。 角の抽出、角の熟成、角のオークソン使用など、1990年代には、すべてが極端に触れたが、2001年のヴィンテージをきっかけとして、バランスの良いワインの時代が幕を開けた。軽やかさに走りすぎた1970年代から1980年代、濃厚で重たい、高い表現力を持ったワインに取り憑かれた1990年代を経て、2000年代には、 バランスやフィネスを求める生産者が増加した。2008年には若いワイン愛好家にアピールするための試みとして、リオハ原産地故障統制委員会は、リオハ認定のすべてのワインボトルに貼られる新しいロゴを採用した。新しいロゴには、天ぷらに医療種が描かれており、遺産、創造性、活力と記されている。2008年10月以降に出荷されたワインには、 新しいロゴが用いられており、2008年の方弁、2006年のクリアンサ、2005年のレセルバ、2003年のグラン、レセルバから新ラベルが貼られて出荷されている。2008年には、黒ぶどう3種類、白ぶどう6種類の、計9種類のぶどう品種が、原産地故障統制委員会によって認可された。2009年には、リオハに次ぐスペイン二番目の特選原産地故障として、 カタルーニア州のプリオラートが認定されている。リオハは、ラリオハ州を中心として、バスク州、アラバ県、ナバーラ州の一部の地域にもまたがっている。エブロ川上流部で主にラリオハ州西部にある、リオハアルタ、行政区画としてのアラバ県域であるリオハアラベサ、エブロ川下流部で主にラリオハ州東部にある、リオハバハの3地域に分かれる。リオハアルタとリオハアラベサの境界は、 行政区分に基づいており、テロワールの観点では、エブロカワサガンとエブロカワウガンに分けられる。ラリオハ州の中でも、南部と南西部の山岳地帯は、リオハの指定地域には含まれない。ラリオハ州イコール、ナバーラ宗教とリオハナバーラの境界は一致しておらず、ビアナ、メンダビア、サンアドリアンなどの町は、ナバーラ州にありながら、リオハに位置している。リオハアルタは、 ルーの西部にある地区であり、他地区よりも標高が高く、旧世界のスタイルで知られている。リオハアルタの中心地は、ラ・リオハ州北西端にあるアロであり、アロはリオハ全体の中心地でもある。アロの標高は440メートル、年平均気温は摂氏12.7度、年平均降水量は455ミリメートルであり、西岸海洋性気候である。リオハアルタには、 石灰質粘土と含む鉄粘土が組み合わさった土壌を、持ち、天ぷらに入りょ種の栽培に最適であるとされる。標高が高いために栽培期間は短く、より咲いた果実味や軽やかな口当たりのワインとなる。ラ・リオハ州の州と、ログローニョから西側がリオハアルタ、東側がリオハバハであり、ログローニョはリオハアルタに含まれる。ログローニョは、 ラリオハ州最大の町であり、歴史的に開拓の中心地であった。数多くのワイナリーが本社を置いており、流通網のようとなった。リオハアルタ中央部の中心地はセニセロであり、セニセロには1874年や1890年にワイナリーが設立されている。リオハアラベサはその全域が、バスク州、アラバ県にあり、エブロ川ワサに位置する。 リオハの中で最も標高の高い標高700メートルのラバスティが地区を持つ。エブロ川砂岩はリオハアルタの一部も含めてバスク山脈の南麓にあり、山脈はこの地域を比較的乾燥した状態に保つ。年平均降水量は550ミリメートルであり、エブロカワウガンよりやや温暖で地中海の影響が強い。リオハアルタと気候を共有しているが、 リオハ・アラベサ産のワインはよりコクがあって酸味が強い。リオハ・アラベサは土壌の均質性が高いため、エブロ・カワウガンよりもふくよかで赤色が深く、酸味が少ない。葡萄栽培面積は約1万3000ヘクタールであり、リオハ産地域の中で最も少ない。この地域の葡萄畑は低密度であり、亀裂の間隔が広く取られている。これは、 土壌が比較的貧弱であり、養分を十分に行き渡らせるために、多くの距離が必要だからである。ディオハ・アラベサは、ディオハで初めて天ぷらニーリョダネが植えられた地域であり、天ぷらニーリョダネの割合は79%と3、地域の中で最も高い。その他には、ビウラダネ、ガルナッチャダネ、マスエロ種、グラシアーの種が栽培されている。近年には、バスク州政府が、 リオハ・アラベサのワイン生産者に対して手厚い、財政的な支援を行っており、新たなワイナリーが相次いで建てられている。このため、リオハ・アルタの大手生産者が事業を拡大する際には、ラ・リオハ州イコール、バスク宗教を超えて、リオハ・アラベサにワイナリーを新設している。トップクラスのワイナリーには、ルベリモンヘアメストイ、バジョベラ、コビラ、エレダー・ウガルテ、ドミニオ・デ・ベルサルなどがある。 リオハバハは、ルーの東部にある地区である。リオハバハには、沖赤土や含む鉄粘土の土壌が多い。リオハバハの中心地は、ラ・リオハ州東端にあるアルファロであり、アルファロの標高は300メートル、年平均気温は、摂氏13.8度、年平均降水量は369ミリメートルで、あり、地中海性気候である。リオハアルタとリオハアラベサが大陸性気候であるのに、 対して、リオハワハは地中海性気候の影響を強く受ける。リオハの中で最も温暖で乾燥しており、1990年代からは灌漑が許可されているものの、しばしば干ばつに見舞われる。夏季には最高気温が摂氏35度に達することも珍しくない。このような厳しい環境によって収量は低いものの、色合いが淡い典型的なリオハワインと比べて色合いが濃く。 アルコール度数が18%にも達することがある。しかし、外して酸味は弱く方向は少ないため、歴史的には、アルコール度数の高いバルクワインか、他の2地域でブドウが不足した際に、色の良いブドウを供給する役目を果たした。天ぷらに色種リオハは、赤ワインが中心であり、その他には白ワイン、ロゼワイン、スパークリングワインも生産している。 一般的にはいくつかの品種がブレンドされる。リオハで認可されているのは以下のブドウ品種である。リオハ全体のブドウ栽培面積は63,500ヘクタールであり、黒ブドウ品種が61,100ヘクタール、白ブドウ品種が4,400ヘクタール、栽培されている。1980年代の天ぷらョダネの栽培比率はリオハ全体の31%だったが、 現在では、約80%を占めており、リオ派の赤ワインのベースとなっている。その他の黒品種としては、ガルナッチャ種、グラシアーの種、マスエロ種がある。テンプラニーリョ種60%、ガルナッチャティンタ種20%以下、マスエロ種とグラシアーの種を少量配合するのが、この地域の典型的なブレンド比率である。テンプラニーリョが、味わいや熟成の潜在力を形成し、 その他の品種が独特の風味を加える。ガルナッチャ・ティンタ種はコクやアルコール濃度を加え、マスエロ種は味わいを加え、グラシアーの種は芳香を加える。白用のうち4300ヘクタールはビウラ種であり、一般的にはマルバシーア種、ガルナッチャ・ブランカ種などとブレンドされる。ビウラ種は軽い果実味、酸味、いくらかの香りに寄与し、ガルナッチャ・ブランカはコクを加え、 マルバシーアッシュは方向を加える。ロゼワインの主要品種はガルナッチャ・ティンタ種である。リオハではわずかながらスパークリングワインのカバも生産している。2008年には黒ブドウ3種類、白ブドウ6種類の計9種類のブドウ品種が新たに認可された。カベルネ・ソービニオン種とメルロー種などの国際品種も注目を集めており、いくつかのワイナリーでは 試験的に植え付けがなされている。これらの品種を使用することで、典型的な両派とは明らかに異なるワインを生み出すことができる。ただし、国際品種の含有率は49%を超えないように制限され、その品種名をラベルに記載することはできない。低収量だが濃縮されたブドウを生み出す古い木、リオ派のブドウ栽培面積は約6万ヘクタールであり、 毎年約2億5000万リットルのワインを生産している。うち85%が赤ワインである。収穫時期は9月から10月であり、リオハアルタ北部では10月末となる。土壌は高濃度のチョークと鉄分を含んだ粘土質が主体である。また、かなりの量の石灰岩、砂岩、中積シルトも含んでいる。リオハアラベサとリオハアルタの一部では、石灰岩、 砂岩の土壌で古いブドウの木が栽培されている。樹齢40年を超えた古い木は収量が低いが凝縮された方向が賞賛されている。リオハの特徴的な基準としてブドウ栽培にかかるコストがスペイン全体の平均を少なくとも200%上回らなければならないというものがある。リオハアラベササンワインリオハワインは多く損での熟成によって特徴づけられる。 18世紀初頭にボルドーのワイン生産者によって初めてオークソンが導入され、はっきりとしたバニラの香りがこの地域のワインの事実上の特徴となった。ディオ派で生産されるワインのほとんどは孫熟成を経て出荷されるが、このような産地は世界的に見ても珍しいとされる。一方で、現代の生産者の中にはオークソンの影響が少ないワインの生産を 心見ているものもいる。世界的なワインブームで、フレンチオークソンの価格が高騰すると、アメリカンオークソン、ボスニア産、オークソン、ロシア産、オークソンなどへの転換が進んだが、現代になると、フレンチオークソンへの回帰が見られ、多くのワイナリーは、ブレンド用にアメリカンオークソンとフレンチオークソンの双方を熟成に使用している。スペイン国内でもフランス方式によく似たスタイルで、 オークソンの製造が取り組まれている。かつてのリオ派では15から20年もの期間を熟成に当ててからリリースすることは珍しいことではなかった。顕著なのがマルケスでもリエタの例であり、1942年のヴィンテージのグランデセルバは41年の熟成期間を経た後、1983年にようやくリリースされた。今日、大部分のワイナリーは、 より早く飲めるワインに焦点を当てつつあり、ファーストラベルを4から8年の熟成後にリリースしているが、伝統主義者の中にはより長い熟成期間をとる生産者もいる。リオハのワイナリーは1万の4万タルを所有していることが多い。リオハでは伝統的に白ワインでも2から5年間は多く損で熟成されたが、近年は白ワインに オークソンを使用する生産者は大幅に減少している。オークソンで白ワインを熟成させると、カラメル、コーヒー、いったナッツの香りを持った、わずかに酸味の強いワインが生まれる。しかし、ゴム香やペトロール香などの負の匂いにもつながり、消費者に訴える力は弱かった。今日の白ワイン生産者は、ワインの躍動感や果実味を強化することに主眼を置いている。 一部の生産者はカーボニックマセレーションを試みている。1960年代、ボデガスリオハサンティアゴはリオハワインをベースにしたサングリアのボトルワインを初めて生産し、1964年のニューヨークバンコク博覧会に出品した。ペプシコーラの輸入業者はリオハサンティアゴから販売系を購入し、サングリアのボトルワインの世界販売を開始した。 熟成区分リオハの赤ワインは、熟成期間によって4カテゴリーに分類される。レセルバとグランレセルバは、必ずしも毎年生産されるわけではない。オークソンで2ヶ月の熟成を行うものはセミクリアンサと呼ばれる。クリアンサやレセルバという表示は、表側のラベルに記載されるとは限らず、コンセホと呼ばれる裏側のラベルに記載されることもある。エグレンウガルテの ワインセラースペインではワイナリーをボデガと呼び、この単語はワインセラーやワイン貯蔵庫を呼ぶ際にも言及される。長い間、ディオハのワイン産業は地元の個人所有のブドウ畑によって支配されており、共同組合が個人畑からブドウを購入してワインを製造していた。一部のボデガは共同組合から発行したワインを購入し、自社のラベルを貼って売るために熟成させる。 近年のボデガは、ブドウ畑の土地を確保することや、自社の所有地のみで栽培されたブドウでワインを生産することに重点を置くようになっている聖。フェリセス・デビリビオの巡礼祭における、ワインの戦いスペインの他のワイン生産地域と同様に、リオ派は、スペイン文化と、スペイン料理で重要な役割を担っている。アロでは、毎年6月29日に、聖。 フェリセスでビリビオの巡礼祭が開催される。フードファイトの一種であるバターリアデルビノで知られており、参加者はワインを掛け合って、T シャツを赤ワイン色に染め、濡れ濡れになって、交流を深める。ラリオハ州の州都、ログローニョでは、毎年9月21日のセーマテオの日に、ブドウ収穫祭が行われる。アロン港のラリオハ州産アセンシオでは、 毎年7月25日に近い日曜日にバターリア・デルクラレットと呼ばれる祭礼が行われる。2013年には文化的景観がスペイン国立歴史遺産局によって世界遺産の推薦候補として承認され、リオハワインとブドウ畑の文化的景観として国内暫定リストに記載された。正式推薦を経て第39回世界遺産委員会で 審議予定だが、諮問機関の国際記念物遺跡会議からは、登録延期を勧告された。リオハゲン産地故障統制委員会は1925年から、各年のヴィンテージチャートを発表している。上位から、素晴らしい、とても良い、良い、普通、みの5段階である。ありがとうございます。